ギリジャー・プラサード・コイララは、ネパールの政治家、ネパール政権議会議員、元ネパール会議派総裁、ネパール王国の首相を4度務めた、初代ネパール連邦民主共和国首相でもある。1924年、亡命ネパール人のクリシュナ・プラサード・コイララの子として、インドのビハール州に生まれる。1990年の国民的な民主化運動により実現した30年ぶりの複数。 正当性による総選挙が1991年行われ当選。ネパール会議派は会員の205議席中110議席を制した。当主のバッタライが落選したため、コイララがビレンドラ国王から首相に任命された。任期中、会員は教育、メディア、保健部門の自由化に関する法案を通過させた。政府はまたプールバンチャル、東部地区大学を創設。また、 東部地区に BP コイララ保健科学大学を設立、多くの地域で医療と工学の私立大学を認可した。政府はまた、中華人民共和国の援助を受けて、バラトップルに BP 記念が病院の建設に着手した。1994年11月、手続き的な問題で36人の与党の議員が新任投票に反対したためにコイララは、 解散総選挙に追い込まれた。選挙後、統一共産党主導の連立内閣が成立した。タパ内閣の連立の崩壊の後を受けて、首相を引き継いだ。1998年12月25日までは、ネパール会議派の少数内閣であったが、それ以後、統一共産党、ネパール UI 党との3党連立内閣となった。2000年、議会選挙で勝利を収めた。 クリシュナプラサードバッタライ首相の辞任後、首相に就任した。ネパール会議派はバッタライを首相にすると言って、選挙に勝ったが、造反議員のグループを率いたコイララは、不信任をちらつかせてバッタライを辞任に追い込んだので、ある。この時、ネパールは、ネパール共産党、毛沢党主義派の反乱により、内戦を戦っていた。この第3期の間、コイララは、 汚職の疑惑に悩ませられた。また、ネパール王族殺害事件の後、コイララは危機管理能力の欠如を露呈し、さらに批判された。2001年7月、内戦に初めて軍を動員した後、首相を辞任した。後任には、シェールバハドルでウバ元首相が、ネパール会議派の多数の支持により選出された。民主化運動、ロクタントラ・アンドランにより、 ネパールカインが回復した後、2006年4月24日、コイララは7党連合の指導者たちによって首相に選ばれた。回復したカインは、国王の権力を奪う諸法案を可決し、国軍にシビリアンコントロールをもたらした。暫定憲法の発布以来、コイララは首相として暫定的な元首となった。2007年4月1日、コイララは7党連合と、 毛沢東主義派からなる新政府のトップとして再び首相に選ばれた。2008年4月10日の政権議会選挙に引き続き、議会は5月28日ネパールの共和制宣言を可決した。投票の少し前、コイララは政権議会で今や我々には大きな責任があると語った。ネパールは新しい時代に入ろうとしており、 国家の夢が実現したと述べた。なお、コイララは、共和制可決後も、首相の地位を保持した。一方、選挙で会議派が、マオイストに敗れたため政権議会は混乱した。会議派は、コイララを初代大統領に臨んだが、謀派やネパール統一共産党などの反対にあった。健康を害し、酸素吸入をしながら、演壇に上がっていたという。普段の生活でさえ、 酸素吸入が必要なコイララは大統領には不適で、あると指摘する者も,も現れた。右与曲折の末、結局大統領には、コイララの側近である、会議派のラーム・バランやアダブが、統一共産党などの支持を受けけけ派の候補を破り、当選した。2008年6月26日、コイララは、政権議会内で演説して、正式に首相の辞意を表明した。 8月15日に政権議会で主犯指名が行われ、公認に毛沢東主義派のプラチャンダが決まるとともに辞任した。2009年5月、プラチャンダ首相の軍参謀総長会任を機に、経派中心の連立政権が崩壊すると、統一共産党元書記長のマーダブ・クマール・ネパールを主犯とする引派連立政権の樹立に動く。統一共産党と、 マデシ人権フォーラムのガッチャダール派の協力により、ネパールが首相に選出されると、ガッチャダールを副首相に、娘のスジャータコイララを外務大臣として入閣させ、影の首相とも言われている。これにより、マデシ人権フォーラムは、ガッチャダールを除名、連立離脱を表明し、党の分裂が決定的となっている。2010年3月20日、 慢性閉塞性肺疾患のため娘、スジャータの家で死去した。翌3月21日に、カトマンズのパシュパティナートで、葬儀が行われた。父、クリシュナ・プラサード・コイララ母、リビア・コイララーに、娘、スジャータ・コイララ父の内閣の無人所大臣。事実上の秘書役だった。政権議会選挙では、マデシ人権ホーラム党首のウペンドライアーダブと、争い落選する。 ネパール内閣に外相として入閣。名、マニーシャコイララインド映画女優。ありがとうございます。